竜蘭咲く野萩1出かけるはずの時間になったがやすは来ない離れになった奥の居間へ行ってみると竹の葉陰の揺らぐ半月窓のそばに二月堂が出ているだけで主の姿はなかった窓際に座って待っているうちに 六十一になるヤスが一人息子の伊作の顔を見たさに、はるばるパリまでやってきた十年前のことを思い出した。シ子はその時、夫の勝彦とベルギーにいたが、十二月もしつまった二十九日の昼ごろ、明日朝十時、パリに着く、というヤスの電報を受け取ってびっくりした。 やすはしげこの母方のおばで、遺作を産むとまもなく夫に死に別れ、雇い人だけでも四十人という中捨ての大屋台を十九という若さでしょって立ち、島では人の使い方なら中捨てのおやすさんにならえ、とまで言われた。長唄は六三郎、踊りは水木。 しみったれたことや薄手なことは何より嫌い。好物はカンモの筋とキリタケのつけやき。シラウオなら生きたままを生のりで食べるという、三代前からの喫水の深川っ子で、旅といえばその年まで東は塩原、西は小田原の同僚様より遠くへ行ったことがなく、深川を離れたら三日とは暮らせない人が、 どんな思いをしながらマルセイユへたどり着いたのだろう。パリまでの一人旅はさぞ心細くなさけなかったろう。伊作がパリに落ち着いているのは春と秋の三ヶ月くらいのもので、夏はドービル、冬はニースと、一年中目まぐるしく遊びまわっている風だから、今はパリにいないのかもしれず、いるにしても、 あの面倒くさがり屋が出迎えなどしそうもない。駅の出口あたりで途方に暮れておろおろしているおばの様子が見えるようで、思っただけでも胸が詰まるようだった。かつひこもしきりに心配するので、その日の午後の休校に乗り、夜遅くパリについて遺作の宿へ行ってみると、案の定、どこかで遊び放けているのだと見え、 おばの電報は、再配達の青鉛筆のマークをいくつもつけて、手紙受けのガラスの箱の中に収まっていた。翌朝、時間より早めに駅へ行って、ホームの目につくところに立っていると、根津根大将あられのお飯に、ぽってりとした畝のある相鉄の子持ちの羽織、淡屋の駒桁を履いって加護信玄を下げ、 筑波山へツツジでも見に行くような格好で汽車から降りてきて「おや、しねさん、どうしてここへ?」と、けげんな顔をした。「どうしてって何よ。お出迎えに上がったんじゃありませんか?」。やすは伸び上がるようにして辺りを見回しながら「若旦那は 伊作は読んどころない用事があるって言いますから、あたしがご名代。それはどうも、わざわざ。駅の表へ出ようとすると、ヤスは急に渋って、こんなところで降ろされてしまったけど、ここがパリなのと、低い声で尋ねた。そうよ、ここがパリよ。 しげこがうなずいてみせると、やすは、へえ、これがパリ。呆れたような顔で、すすぼけた駅前の広場を見回していたが、タクシーに乗せられるとだんだん機嫌が悪くなって、パリってずいぶんしみったれたところなんだね。若旦那、何がよくて七年も八年もこんなところでまごまごしているんだろう。 子供の時世界一周唱歌で花のパリスに来てみれば月影映すセイン川なんて歌ったもんだけどまるっきりえ空ごとだったよあきれたねえ。とこきおろしはじめた。茂子はつくづくとやすの顔を見てあきれるってのはこっちのことだわ。 こんなところまで一人でトコトコやってくるなんて一体どうしたというわけなのやすは案外な落ち着き方で今度ノブが店をやってくれることになって体が空いたからちょっと遊びに来たのさ来る人も来る人だけど出す人も出す人だわ大変だったでしょう。マルセイユなんかじゃどうだったの 別に何でもなかったなでもないことはなかったでしょうでもよく気が付いてあたしのところへ電報を打ったわね何の電報あなたがマルセイユから電報を下すったからこうしてベルギーからお出迎えにまかり出たんじゃないのそれはあたしじゃないしげさんのところがきを出る時忘れてきたもんだから 打ちたいにも打ちようがなかったでもあなたのほかに誰が電報を打つというの安も変だと思ったか溶けきらない顔で「まるセイユじゃちっとも心細い思いなんかしなかったのよ」税関が済んだのでなんとかいう旅行者の人に駅まで送ってもらうつもりにしているとどこかの奥様が寄っていらして お一人で日本からよくまあねえさぞ大変でしたでしょう。駅でしたらあたくしがお送りいたしましょう。ちょうど車を持っておりますからって。それはいい都合だったのね。378のすっきりした何とも言えない様子のいい方なの。まだ時間があるからとおっしゃって。なんというとおりなの 明石町の船間の辺りにそっくりな菓子のレストランで見事なエビや生ウニなんかごちそうしてくだすってそれから電報もその方が打ってくだすったのねそうなのよでもおかしなことだったの慌てていたもんだから電報の文句だけ言って若旦那のところを言うのを忘れちゃったんだから何にもなりゃしない記者が出てから気がついて パリへ着くまで心配の指導士だったけど、あなたが出ていてくれたのでほっとしたわ。遺作の方はともかく、ブリュッセルへ電報を打つところまで気を利かしたのは誰だったのだろうと思って。その方のお名前、伺って。それがつい気がつかずだったの。でも、 あの方ならどこでお会いしてもすぐわかる。記者が出るまでホームで見送ってくだすったけどあんな憂えのきいた目にしみるような美しい顔見たことがない。今でもありありと目の底に残っているわ。そんなことを言いながら鹿児信玄から塩せんべいを出して「あなた好きだったわね銀座のたまるやよ。 にもつ,がつくとどっさり入っているわのどかな顔で移り変わる貸しの景色を眺めていたが薄もやの中でぼんやりとそびえているエッフェル塔を見つけるとうれしそうに手を打って「ちょいとあれエッフェル塔でしょ」「パリの万国博覧会といってよくあの写真を見せられたもんだった」「おやおや懐かしいこと」 他国で窮地にでもあったようにニコニコしていたが。ねえしげさん、あの上へ登れるのかしら。エッフェル塔のてっぺんで初日の出を拝んだと言ったら話の種になるわね。ええ、登れるのよ。でもあそこが開くのは10時ですから、お日の出を拝むというわけにはいかないわね。ええ、それで結構だから。 うつらうつらしながらそんなことを思い出しているとやすが小走りに部屋へ入ってきて「しげさんこんなところにいたのもうお時間よさあ出かけよ」とせき立てた川崎を過ぎるとフロントにあたる風の音が強くなってきた 沖に白く波頭が立ち、倉庫の屋根の上で、群れ鳩が風に逆らいながら輪を描いている。海岸で散々んんに吹きまくられるのかと思うと、やはり服にすればよかったと、急に振りの赤さが気になってきた。欧州引上げ船の荷物検査は、無事に済んだ試しがないが、今度もまた、 子供の靴下からぞろりと宝石が現れて5日も観音崎の沖で止められようやく上陸許可になったと思うと検疫中に地不須患者が出たり何かひどくごたごたしたやすは白旅のつま先をきっちりと揃ろえ節目になって何か考えているふうだったがい作は。 もう日本へ帰ってこないだろうとずっと前から覚悟していたのよ」と出し抜けにそんなことを言い出した「えどうして?」「どうしてってことはないけどそんな気がしたのだから帰ってきたなんて言われても本当のような気がしないのよ帰るも帰らないもあるもんですかいやおなしよ」 20年近くもヨーロッパでしたい放題なことをして十二にもなって追い返されてくるなんてあなたトルコのアンからへ赴任なすった千田講師ご存じでしょう。初期間でいらした頃よくお見えになったよついこの間聞いたんですけど千田さんホームシックにかかって日本へ帰りたい帰りたいで神経衰弱になって ご夫婦でピストル自殺をなすったんですってよ。あの、千田さんがご夫婦で。それはおきの毒だったわね。なにしろ認知があんからでしょ。う。そうまでなさるにはどんなにおつらかったろうと思って、つくづくお察ししたわ。そんな方もあるのに。 遺作なんか帰ってきたってヨーロッパの方ばかり眺めながらふぬけのようになって暮らすんでしょう帰らないで済むならあんな人帰ってこない方がいいんだわあなたやはり会いたい会いたいね母親なんてバカなもんだわねあんな目に遭わされながら息子が恋しいだなんてええええ どうせあたしはバカなのよ。安を車に残して山下桟橋へ行ってみたが様子がわからない。冷たい風が波しぶきと一緒に吹きつける桟橋を寒肌を立てながら行ったり来たりしていたが引き揚げ者は収容所にいるだろうということでそっちへ回った。合宿所へ行くと 伊作はいたが姿を見せずホテルのポーターのようなのが代わりに出てきていそこの萩野家という家で待っていてくれすぐ行くからと伊作のことづてを伝えた元はどういう屋敷だったのか竹のレンジをつけたいかにもゆかしいすきやがまえなのに掛け軸は掛けず 床柱の花籠に申し訳のようにあざみとるかやを投げ入れ、天井の杉板に金と白六で萩が描いてある。こういうのがこのごろの趣味らしいが、それにしても不思議な眺めだった。被爆触りというのか、池の向こうの小滝きを、かえでのまぎが一本、斜めに切るように、 滝壺の方へ枝を伸べ、萩のやというだけあって、庭一面に鬱陶しいほど萩を植え込んでいる。すぐ行くといった遺作は、十一時すぎになってもやってこない。やすはのんびりと庭を眺めてから、床の方へ立っていって、政治の安香炉を手に受けて、もったいらしくひねくり始めた。 しげこはイライラして、どうしたのかしらひどく遅いわね。もう二時間になるわ。腹立ちまぎれに当たり散らすと、どこかへ遊びに行って、こっちのことなんか忘れてしまったんだろう。やすはこちらへ背を見せたまま、気のない調子でいった。それにしたって、 こんなに待ち焦がれている人がいるのを知らないわけでもあるまいし。すは稲荷にこちらへ向きえると。あたしはいつも待たされどうしよう。日本で待ち、パリへ行っちゃあ待ち。この二十年若旦那の帰りばかり待って暮らしてきたようなもんだわ。パリじゃ窓のそばのビロード椅子に座って。 足音に耳を立てていたっけでもそれはこっちのわがまま子供が大きくなれば母親なんかいらなくなるそれは当たり前のことなの「ばばあうるせえ早く帰っちまえ」って宿から追い出されてしまったけどうるさがらせに行ったあたしの方が悪いんだから 文句を言う席はありはしないでも当座は悲しいから帰る汽車の中でマルセイユまで泣き詰めに泣いたわフランス人に見られると嫌だから廊下へ出て泣いたりはばかりへ入って泣いたりそう言うとクスクスと笑いだした親バカもここまで来れば行き止まりだと 茂子は何を言う気もなくなって、そんな目に遭って笑っていれば世話はないのよ。だっておかしいじゃないの。あたしは汽車の便器の覆いたに腰をかけて手放しで泣いていたの。その格好を思い出すと笑わずにはいられないのよ。まあまあ、たんととぼけていらっしゃい。 あなたがおっしゃるからあたしも言いますけど、本当にあの時ぐらい困ったことはなかった。朝になってもさくは帰ってこない。あなたはせんの紋付きの羽織かなんか着て、ちんと座ってるでしょパリにはお元日なんかないんだって言って聞かせたって、そうかとすぐ話のわかる人じゃなし、大急ぎでマドレーヌの エデアるルという店へ駆けつけると、怒りの印のついた怒り政宗という不思議な名手なんですが、皆売れちゃって、情けないことに1合瓶がたった1本だけ。しょうがないからそれを仕入れてきて、キャスロールで悲願をして、サルディンで一見剣じたのはいいんだけど、何しろ七尺足らず、二人でひとふた二舐めしたと思ったら、それでおしまい。 ひざにてをおいて神妙にあとをまっているからおとそはもうちょんなのよと言うとおやおやへんだねえなんなのさっておこったでしょうあんななさけないことはなかったわやすはおっとりとわらってなけりゃないっていやいいのよあんなしみったれたのませかたをするから でもエッフェル塔はよかったね。エレベーターを降りてから階段を上がらせられたのには弱ったけど、あの景色だけは今でも忘れない。4階のカンパニエールでポンポンと柏手を打って、お日様をがみ出したのは偉かったわね。そんなことを言っているうちに、この長い間聞こうと思いながら、 つい聞きそびれていたことを思い出した「ねえ聞きたいことがあるのよ」「エッフェル塔を降りて下のシャンドマルスを歩いているとさ出し抜けに「あ若旦那」って大きな声を出したでしょあれは何だったのやすは大げさに首をひねって「覚えていないねえ。 何かあなたの聞き違いでしょう。と、わからない顔をしてみせた。とぼけたりするところを見ると、確かに何かあったのらしいが、遺作をかばい出すと、てこにも追えなくなるのが昔からの例だから、これはもう聞いても無駄だと思って、詮索をするのはやめにした。女中が電話だと言いに来た。 出てみると遺作からだった。何なのよ、人をこんなに待たせて。用事が重なって、すぐには抜けられそうもない。代人をやるから、待たずに始めてくれよ。ゆっくりやっていてくれれば、終わる頃くらいにはいけるから。ちょっと待って、代任って何なの あまり変な人をよこさないでちょうだいよ。君も知っているだろう賞金銀行のボストンの支店長をしていたみきさん。知ってるわ三り力夫さんあの人のお嬢さんのネズさんとパリで同じキャンプにいたんだが、横浜で焼けたみきさんの疎開先がわからないというから、 探し当てるまでしばらくうちでお世話してあげたいと思ってあなたにしては神妙な話ねええよく分かったわその方が大人十分ほどしたらそちらへ行くからよろしく3ねずという娘の顔を しげこはあっけにとられて眺めながら、生まれてからまだこんな美しい肌の色も、こんな完全な横顔も見たことがなかったと思った。栗梅の紋おしの襟元に、白茶の半襟を浅く覗かせ、縫いのあるちくさのつずれ錦の帯を高めなお太鼓にしめ、羽織は寒色ちりめんの一つもんで、 ふりから大きな雪輪の赤い裏が見えた。ねずは軒の陰になったぬれ縁の近くに浅く座って庭を見ていたが、しげこの方へ振り返って、この花は萩でしょうかと静かに尋ねた。しげ子はそばへ立っていって、あれが山マハギ、向こうのは豆メハギ。 のはぎ。あちらが仙台はぎ。でも、あれは四月でなくては咲きませんのよ。ねずは顔をかしげるようにして、はぎの花々を眺めながら。花もサンパチックないい花ですけど、葉も癒しい葉ではありませんのね。と言った。しげこは思わず笑い出して、 ハギの葉を褒めたのはあなたが初めてかもしれないわ。そういえばフランスにはハギはなかったようでしたね。レスペデーズっていくらか似たのがありますけど、まるっきり別なものですわ。そう言うと流れるように瞳を寄せて、日本にだけあってフランスにない花を見たくなると、 息苦しくてどうしていいかわからなくなるの。以前母と2人でつくしを摘みにエトルタへ参りましたわ。フランスではつくしのことをネズミのしっぽというんでしょあたしたちがつくしを積んでいると村の人が通りかかって「この国には食えるようなものがないからな」なんてからかっていきますのよ。 急に日が陰って湿った潮の蚊に混じった苔の匂いが冷え冷えと座敷に染み通ってきた。根津が座っているあたりは一層影が深くなり着物のくすんだ地色がしっとりと沈み白い肌の色が浮き出すように鮮やかに見えた。普段の茂子ならすぐ気がつくのに今まで見過ごしていたのが不思議なくらいだった。 見てみると30歳ぐらいの人の着付けだが18区の若さでちっともおかしくないというのはこれは大変な人なのだと思った失礼ですけどそのお飯結構ない色ですことね。ねずはどこか薄青い深い目つきで茂子を見ながらお褒めをいただきまして。 ありがとうございます。でもこれは母のお下がりですのよ。一度ちょっと日本へ帰った時に作ったんだそうですけどこの着物が好きで日本へ帰ることがあったらこれを着て帰るようにってよく私にそう申しましたので今日思い切って着てみましたの。でも30年というと大変なデモードね。あなた。 パリのキャンプで伊作と一緒でしたって?」。12人の方と同じキャンプに七十日ばかりおりましたが、山みさんには大変にお世話をいただきました。船の中でもいろいろともう。すはニコニコ笑いながら2人の話を聞いていたが、出し抜けに、「あなた様、以前から伊作をご存じでいらっしゃいましたか?」。 と尋ねずはまぶたをふっくらさせてい,いえその時が初めて「そうでしたかそれはそれは本当に不思議なご縁で」シ子は笑って「不思議なご縁とはまた旧式なことね」でも知らない同士がキャンプで知り合うなんてのは な縁よな戦争がなかったら死ぬまで会わずにしまったかもしれないんだから「みきさんとおっしゃる方にお電話」と女中が言いに来た「ええみきは私」。根津が立っていくとやすはシ子のそばへいざりよって「しげさんあなた気がついて」。 鹿のような濡れた大きな目で、しげこの顔を見つめながら、ネ、ね、ズさんって、あたしの孫なのよ、とさ、囁さくように言った。しげこは呆れてやすの顔を見返しながら、一体何を言い出すつもりなのやすは急に幅のある様子になって、イ作の娘なら、 私にとっては孫でしょ。そうじゃなくって。茂子は押しまくられて、たじたじになりながら。遺作が言ったことなの？それは？いいえ。でも私にはちゃんとわかるの？茂子は肩を引いて。よしてちょうだい。変なことを言うのは？ 遺作にちっとも似てなんかいないじゃありませんか目だって鼻だってあなたどうかしているわ父と娘は後ろ姿が似ると言うけど本当ね今立っていった後ろ姿肩の具合首頭のつきまでさ作にそのままよ白状するけど エッフェル塔の下で「あ若旦那」って頓強な声を出したでしょあなたは気がつかなかったようだけど伊作と女の人が乗った自動車がすぐ前を通って行ったのその女の人ってのはマルセイユでいろいろ親切にしてくだすったあの奥様なのよ大変な巡り合いね ヤスはうなずいてまだ大変なことがあるのよ。根津さんその奥さんにうり二つなの。三木邦子が夫の力夫を捨てて誰かとヨーロッパへ駆け落ちをしたという大変な評判で新聞社のパリとロンドンの支局は本社からの命令で 必要にクニコの足取りを追求した。男と二人でヨーロッパのどこかにいることは確かだが、所在をつかむことも、相手を突き止めることも、どちらも成功しなかった。その後、だいぶ経ってから、ベルギーのスパやスイスのベーベなどでクニコを見かけたという人が二、三人あった。シ子は、 波のように揺れ揺れる萩の花村を目を細めて眺めながら同じ車に収まってパリの街なかを通るなどというのは2人にとっておそらくたった一度の油断だったのだろうがそれを見るはずもない安に見られたというのはどういうことなのだろうとつくづくと考え沈んだ。ネズは、 生き生きした顔つきになって戻ってくると、心の嬉しさを包みきれぬと言った様子で、山住さんからでしたのよ。そちらの昼食には間に合わないけど、必ず夕方までに帰るからとおっしゃっていらっしゃいました。お世話様、ずいぶん長いお電話でしたのね。何か面白い話があって。ネズは体を弾ませながら、 おあてになったわ。それは面白いお電話でしたのよ。山積みさん、あんなにお笑いになったの？初めてよ。そしてあたしが電話を切ろうとします。と、もう少しもう少しって。廊下に足とがして、女中たちが解析膳を運んできた。向こうはタイの荒い汁は恋国。 ワンモリは若鶏とレンコン。焼き物はもうおの唐揚げ。ハッはアマゴ。箸洗いという献立で、青じその葉を敷いた鯛の洗いも、もうおの付け合わせのもみじおろしも、皆、詫びのある美しさだったが、やすと向き合って食事をしているネズの顔の中にも、何かそれと通じ合うものがあるようで、シゲは、憂いに似た、 やるせないほどの愛情で胸をつまらせた。禅が引かれて薄茶が出ると、やすは茶わんを手に持ったまま、根津の方へ向き帰って、妙なことをお尋ねするようですが、お母様、昭和十二年の暮れごろ、マルセイユへおいでになったことはございませんでしたか。根津は指を折って数えながら、 昭和十二年と言いますと、1937年のことですわね。ええ、よく覚えていますわ。十二月の二十七日の朝、マルセイユまでお出迎えしなければならない方がおいでになったと申しまして。パリからあたくしどもはフランスとイタリーの国境のそばにある、 もというところに住んでおりましたんです。それでちょうど日本から着いたばかりのところをあなた様とうり二つのお美しい方にいろいろとお世話をいただきましたがするとやはりあなた様のお母様でいらしたのですね。お名前を伺うのを忘れて今日までお礼を申し上げることもできませんでしたが。 その後お母様ご機嫌よくっていらっしゃいますかねずは下目にうつむいて「母はマルセイユからサンレモに帰る途中車と一緒に崖から落ちて亡くなりましたの」「まあなんということでしょう元日の昼ごろ エフェル塔の下を車でお通りになるのをお見かけしましたがするとそれが。ねずは目を見張って「母はその年の12月30日の午後に亡くなりましたんです」。スは何気ない風でちらと茂子の顔を見ると茶わんをふくさの上に返し。 両手を膝に置いて静まり返ってしまった女中がまた電話を言いに来たげ子が電話へ出てしばらくして帰ってくるとねずがいないねずさんは庭を見るってほらあそこになるほど池のみぎわのはぎの間に うらうらとした根津の後ろ姿が見えていた。茂子はそこへ座り込むと、血の気をなくした顔に、何とも言い,いようのない薄笑いを浮かべながら、あなたのおっしゃるとおりだったわ。体を支えるようにして、右手を畳について、あなたは、ちゃんと見抜いていらしたんですから。 驚きはなさらないでしょう。ねえ、驚かないでちょうだい。伊作、通訳になって、今の船で通院へ立ったんですってよ。芦田とかいう参謀が、電話で知らせて起こしたの。引き上げ線がハイフォンに寄ったとき、司令部にいる友達と約束ができていたような話だったわ。 やすは天井を見上げるような格好で黙って聞いていたが「若旦那はもう日本へは帰ってこないつもりなんだね」と言いながら顔をうつむけた拍子にきらりと光るものが一つ膝の上に落ちた「いずれはこうなるものと鼻っからちゃんと分かっていた」 あの人の思いの残っている土地を見捨てる気はさらさらないんだから戦争が済んだらそのままあちらへ戻るつもりなんだ若旦那は日本へ帰ってこないと言ったわね嘘じゃなかったでしょでもどうしてこんな末のことまで見抜いていたの若旦那と美樹さんの奥さんのことは ずっと前に知っとにていたあんなふうに世間をだますようなことをしているんじゃいい終わりはしなかろうからパリへやってきたのは2人を別れさせるつもりだったわけあんなところまで出かけていくからにはもちろんそのつもりだったのさ若旦那のことなんか毛振りにも口に出しはしなかったんだけど。 マルセイユのレストランで食事をした短い間にミキさんの奥さんはこちらの気持ちを察しておしまいになったんだろう。こんなことを言うと笑われそうだけど元日の朝車の中で若旦那と並んだ姿を見せたのは陰に沿うのは許してくれということだったのかもしれないわね。そうまでと知っていたら。 何もパリへなんか出かけていくことはなかった。野萩の鼻の下に立っている根津の後ろ姿をつくづくというふうに眺めながら「大人とは若旦那もしゃれたことを言うじゃないの。根、ね、津さんをあたしのところへよこしてこれでかりはないというわけなの。 「あんなのんきな人もないもんだ」と。と笑いながら言った。